お。これを見てみろ。あ、いいね。よ。こんにちは。ここには何があるのかな。運が良ければマルコポーロの乗組員が眠ってるはずだ。調べてみよう。調べてみよう。ああ、この寺院は何千年も前のものだ。こっちへ行くぞ。おっと、今の落ちた。大当たりみたいだぜ。ゲゲ、この死体何百ってありそう。歯を見てみろ、真っ黒だ。すごい、全部粉だ。結構でっけえのに。津波が来た時彼らはここに逃げたんだろう。あいつら全然見つけれなかったんだな。お、光ってる。何らかのヒントがここにあるはずだ。合わせに行き、よし。なんだこれ。ベルトだ。ベルト止めだ。おお。おい、いいもん見つけたぞ。ここに。何かある。いただきます。お、また松屋に。これ前に見た。燃やすんだ。お、サリ、照らしてくれ。うわ、おう、あ、もう動けんのか。ちょっと待て、これは血だ。あっちにもこっちにも虐殺があったらしい。よし、血痕をたどってみよう。何かにたどり着くかも。血痕の、あ、あったあった。こっちか、こっちだな。こっちには血痕がないん、ないな。ここで切れてんじゃねえの。6個だ、行く道は。すげえ。こっちから来た。この壁で終わってるな。妙だな。少し動いた。サリ、手を貸せ。さあ、もう一度押してみよう。お、ぶっ飛んだ。いってえな。お、また。ここまで血痕が続いてる。変な考えかもしれないが、互いに殺し合ったように見える。死体なんだよ。びっくりして逃げ出すのか。とりあえず辿っていこう。お、何かしらあるな。あれ見ろ。これは何かな。お、本か。気をつけて。こんな小僧め。冗談だよ。ねえ、いと心臓が止まっちまうところだったぞ。おお、おお、なんだその薄気味悪いの。さっき出てきたやつ。何を、武器か何か。違う、これは砲塔だ。何かの儀式用だな。障害をなくしてくれるはずだ。ああ、ね、霊的な障害だ。ああ、待てよ、このナイフ
マルコポーロあれじゃないか。あれってどれがそれで何があれ。日記に書いてあった。あ、偉大なる旅人にはシャングリラへの困難な旅路に打ち勝つべく黄金のパスポートがって。これがパスポート。パスポートならルンルンだが、一体全体どこへ行きゃいいんだよ。そうね、この地図に書いてあるんじゃない。見せて。大インドとチベットに挟まれた地に見事に仕上げられた寺院の国がある。無数の黄金の尖塔が天高くどこまでも伸びている。待て待て、どこか分かったぞ。ネパールだ。当時は寺院だけだったろうが、今は町だ。そう簡単には行かないってことね。待て、まだ寺院は多くあれど、シャングリラへの道を秘めているのはただ一つ。その道が示される旅人もただ一人。黄金のパスポートを持つ者だ。黄金のパスポート。やったな、グッジョブだ小僧。何もたもたしてんの。すぐ行きましょう。よし、バイバイ。バイバイ。行きましょう。ああ、まだ帰るとこもやるってことは戦うんだろうな。怪しい奴がいないか偵察してくる。裏切んのが。手を貸せネイト。サリーはちょっとフットワークが重いな。こっちだ。やれやれだ、行こう。アーリー、ここよ。ヤツを逃がせ。ヨレックだわ。くれ、何して。手を上げて。また引っかかった。黙れサリー。やっぱりお前か。お前ビクタークソ野郎サリバン、まだこの老いぼれジジイを連れ歩いてんのか。やめろネイト。3ヶ月も檻の中にいたやつにしちゃ威勢がいい。当てもなく3ヶ月もジャングルをさまようよりはマシだ。船は見つけた。それ以外はチンプンカンプンだろ。地図もない。下から登ってきたわ。あら、ハリー見てこれ。地図もないって。インドとチベットの間に一つの寺院が示すだろう。シャングリラへの道を。マジかフリン、日が暮れるぜ。そうカリカリするなって。ラザレビッチに突き出せ。無所から逃げたことを後悔するぜ。行って。リアルだけどもちょっと頭が弱いんだな。あ、もう大丈夫か。ええ、これでフリンも騙せるでしょう。なんとか時間は稼ぐから。いや、クロエ一緒に行こう。ネパールで会いましょう。さあ行って。シャドウきつすぎると。行こう。あの子好き、だろうと思った。よし、大脱出を見つかった。ご忠告サンキュー。ふざけてないでこっちへ来い。行くぞ。いちいち危なくならなきゃ気が済まねえぜ。謎を殺せ。走れ。こっちだ。くそ。さあどうする。飛ぶだろ。おいおい、映画じゃあるまいし飛べるわけないだろ。首がポッキリ折れちまう。ここにいればラザレビッチにポッキリやられる。お姉ちゃんにポッキリならいいけどな。またかこのエロ親父が。俺は運が悪い。俺みたいな男は悪あがきをしちゃいかん。サーリー切り抜けられるだろ。今までと同じだ。ネパールのお姉ちゃんによろしく。俺はリゾートでバカンス。なんだよ。おい、
甘い土産話聞かせろよ。あそこにいたぞ。うわくそ。よし行くか。お先にどうぞ。ビビビー行った。マジかよ。さあ、お無事だ。ラザルビッチが好き放題してるってのは本当だったんだな。ヤツはゲリラの協力を得てるわ。何年も前から内戦が起きる数年で、だからヤツは火に油を注いだだけ。果てたね。まあそうね。これでジンを探すために街を破壊したって気づかれないわけよ。このシーン、ネイト TV で見た。もしもし。ああ聞こえてる。おじけづいてるわけじゃないわよね。この俺が。まさか。よかった、奴らと関わるのはもううんざりよ。地図は？ああ、ある。じゃあ市場に来て。あそこなら邪魔が入らないわ。ああ、了解。ここから見たんだ。敵さん来ました。何してんのよ、うまく負ける。もうかまほられる寸前だよ。負けねえよ、こんなもん。ここ逃げながら撃ってたとこだな。ったく。左のかこれ。左スティックと R1。おう。失敗しちゃった。下だよな。おう、まだ壊れない。あーね。オーケー。市場だ。こっちのはずだな。やつを探せ。くそ。行け行け行け。やつはこの辺りにいる。もろバレだね。油断するな。後ろから車がドーン。大量撃て。やつらをやる。とりあえず山時が見当たらないから一旦ここでセーブしよう。とりあえずここまでにしといて、ここから次再開しよう。まあ暇な人は最後までお付き合いお願いします。